余計なおせっかい焼きの出番はこの辺で終わりにしましょう。俺たちが2人で来たと思ってんのか？甘いぜ。黙ってて悪かったな。こいつらは昔の俺の仲間、柔道の元メンバーたちだ。かつてアンダーゼロを破ったメンバーが今回だけ火星に集まってくれたのさ。相手に不足はねえだろ。元伝説のハッカーチームを倒して名実ともにエデンの頂点取ったります。もっと、ま、世のため、人のため、デジモンのため、のさばる、その名もリベリオンズ。デジモンと人類をつなぐ希望の架け橋だ。元伝説のハッカーチームだとかエデンの頂点とか、私がいないと進めないでよね。デジモンをこき使うハッカーども、よーく聞きなさい。デジモンたちはただのプログラムじゃない、ちゃんと生きてる生命体なのよ。だから今すぐデジモンを解放して友達として仲良くしなさい。相変わらず空気を凍らせるのが得意なブサイクアンやわ。どうやら聞けない事情があるね。ほな簡単な話やわ。最後に立ってたチームが勝者。仕方ねえ、付き合ってやるぜ。行くわよ、絶対に負けてなんかやらないんだから。いざ突撃。俺が勝ったらおとなしく言うことを聞いてもらう。いいな。いいさ、僕が負けるとは思えない。思いのほか口の減らねえやつだぜ。君の方こそ。さあ行こうか。
走れ。なかなかやるみたいだね。お前もな。君のような旧タイプのハッカーにはデジモンプログラムは使いこなせないと思っていた。ことデジモンに関しちゃリーククラスの専門家がいてね、持つべきものはってやつさ。それに何かとうるさいやつもいるしな。そんなこといくら説明されたかで興味おまへんな。ユーゴこそわっちのすべて。ユーゴを知ること、ユーゴを守ること、それがわっちの命の使い方どす。わっちが欲しいのはユーゴ班、彼女だけや。意外と一途なのね。性格はいけつかないのにうっかりキュンとしそうになっちゃうじゃないの。彼女？今一つ気づいたことがありますわ。ワッチとアンさん、よう似てるみたいですな。え、ちょっと何を急に。やめてよ、そういうこと言うの。同族嫌悪ってやつやろうか。え、同族嫌悪？おしゃべりはしまいや。言うてもこの前の時とそこまで変わってるとは思えません。一気に畳み込んだる世界。特訓して絆を深めて力をつけたもん。この前みたいに簡単にはいかないんだからね。せやったらアンジを楽しませておくれやす。ぶっ壊れておくんなまし。